どうした？何があった？海が干上がっている。目を離しただけなのに。取り乱すな。俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ？民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった、この染め、蒙古のものなのか。これは神床、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サラーマランジャラーン、マランジャラン、マランジャラン、ヘンデンジャラン。あの郷で仲間を鼓舞しておる。なよ。Oh!
民を苦しめおって。正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが修行のためだ。急いで駆けつけたけど、これひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも。その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。